次にブラウザーの立ち上がる時間を調べてみたいと思います。秒ぐらいですかね。ファイアフォックス。はい、この5秒ぐらいですかね。次にクローム。クロームは3秒、4秒かかんないぐらいですかね。まあ、何も、ブックマークとかしてないのでこんなもんじゃないかと思うんですけども、なかなか4万円台のパソコンとしては早いんではないでしょうか。はい、ではベンチマークソフトとしてファイナルファンタジーオンライン、ファイナルファンタジー14というかね、14のイシュガルドのベンチマークを、試してみたいと思いますが、このマウスコンピューターにはダイレクト X がダウンロードされていません、搭載されていませんので、こちらの方をまずダウンロードしたいと思います。では準備が整いましたのでベンチマークをスタートしたいと思います。スタート。はい、ファイナルファンタジーのベンチマークソフトで、計測した結果が出ました。で、当初ですね、高品質 PC という設定で、計測をしたんですけども、マウス PC は1022という数字が出まして、設定変更が必要というふうに出ましたので、2回目は標準 PC という設定で行ったところ、1529という数字が出ました。まあ、それでも、まあ、設定変更が推奨というふうに出ましたので、高品質の時は設定変更が必要だったんですけども、標準品質、標準ノート PC にしたら設定変更推奨ということで少し改善されたんですが、まあ、それでもやはりゲームをする PC ではないな、とゲーム向きではないなということが、まあ、分かりました。まあ、私としてはこちらの PC を仕事のビジネスのサブ機、スタッフさんにいじってもらうようなサブ機として購入しましたので、まあ、ウェブブラウジング、あとはワード、エクセル、パワーポイント、このあたりがストレスなく動けば、まあ、4万円は安い買い物だったなというふうになるかと思います。まあ、これについては今後また検証していきたいと思います。ちなみに私が持っている最高スペックのこちらですね、 MSI のゲーミングノートブック、まあ、これ動画編集用に購入したんですけども、今年の初め1月に購入したんですが、こちらのスペックが、高品質で 12,457 と非常に快適という数字が出ました。さらにもう一段ベンチマークソフトの設定を上げまして、最高品質にしましても、まあ、11,648 という数字が出ましたので、非常に快適というふうに評価されました。まあ、ほとんど、動画編集、簡単な動画編集ですね、私がやってるような簡単な動画編集にしか使ってないんですけども、やっぱりこれゲームで力を発揮する PC だなというふうに思いました。こちらについてはまたレビューをどこかでしたいなと、いつの日かしたいなというふうに思っております。で、ちなみにサーフェスプロ4ですが、高品質ノート PC という設定でやったところ、だいたい2600から700ぐらいの間の数値が出まして、結果としてはやや快適と、なかなかサーフェスプロ4をやるじゃんという結果になりました。で、ただ、こちらの設定、こっちの設定のようにですね、標準ノート PC という設定でやったところ2000を切ってしまいまして、設定変更を推奨しますということになってしまったので、なんかまあ、こういうサーフェスとかですね、こういった PC の場合は熱がこもってしまうとパフォーマンスがやっぱり落ちてしまうのかなというふうに感じましたので、まあ、やはり熱をどう逃がしてあげるか、冷やしてあげるかっていうのが、こういった PC、モバイル PC の
ポイントなのかなというのをさらに実感しました。まあ、いずれにしろこちらの、国産ノート PC、まあ、価格で4万円そこそこという価格で見れば、まあ、最強ではないかと思いますので、こちらを、まあ、しばらく使ってみてまたレビューをしてみたいと思います。はい、ではまた。